輝き始めたアーティストたちの音楽と言葉を聞く原石。みんなのために歌いますとか、こういう気持ちを歌にしましたとか、みんなを元気づけよう、盛り上がろうみたいな感じで曲をやったりとか演奏とかはしてないんですよ。自分の表現のために一生懸命生きてるっていうことを表現してて、たまたまかもしれないし選んでかもしれないけど、その今この瞬間僕らの音楽を聴いてくれてるわけじゃないですか。それって自分の人生で誰に頼まれたわけでもなく選んでやってることだと僕たちは思ってるから、だからこそこう変に忖度することなく一生懸命俺たちをやるから、みんなも自分の人生で選んだことなんやけ責任持って聴いてくれてるんだろうなっていう気持ちでやってますね。自分の人生は自分でしか作れんので、一番いいと思う自分の生き方を作ってくださいみたいなのが一番言いたいことですね。死ぬ前に言いたくないもんな、こうしときゃよかったなって言いたくない、あいつに言われたけやしたけどダメだったわっていうのはやっぱ、なんか死にきれん感じがして嫌だから、あんま軽く言いたくないけど ね後悔しないようにみたいな、なんかそういうニュアンス、あんまり軽く言いたくないや。だからしっかり選択してっていう。そうね、人生自分の生き方って意外と自分で決められると思っとって、だから自分の機嫌は自分で取ってくださいよと。自分の人生を良くしようと思って選択してくれた結果が、もう俺らの音楽を聴いてくれるっていうところに至ったなったら、もう俺はめちゃくちゃ嬉しいし、その僕たちのやっとること、僕たちの曲とかともし共感してくれたり気持ちが一緒だったら嬉しいよね。そういう人たちと出会いたいなって思います。